はい、皆さんこんにちは。全盲の YouTuber、アナちゃんです。本日は水曜日、面白福祉の時間。今日はですね、展示図書館で販売されているメモリーカードレコーダーをご紹介したいと思います。これね、私、アナちゃん、非常に愛用しております。非常に愛用しておりますって、なんか言葉が変ですね。はい。ね、私、もちろん本業は音楽家でございますけれども、これね、本当に、重宝してて、で、これで、ね、日本展示図書館で買ったんですよ。で、この商品は、ソニーのメモリーカードレコーダーっていう商品ですから、まあ、普通にね、展示図書館じゃなくても、まあ、電気店、量販店に行けば手に入ると思うんですね。で、ただやっぱり展示図書館で販売されているというのにはおそらくこの理由があって、まずこの視覚障害者が非常に扱いやすいということですよね。もう最近の電気製品ってこう、ボタンがちっちゃかったり、あとディスプレイ見ながらね、操作していかないとこう扱えなかったりっていうする商品が多いんですけど、この商品はちゃんとボタンがね、触ってわかる。で、しかも、一個一個が、ボタンが大きいでしょ。もうわかりやすいわけですよ。ね。これ停止、巻き戻し、再生ね。ちょっと再生してみましょう。で、これ再生のボタンにはこれ、カメラで映るかな、ポチってこうね、触ってわかるようなのがついてるんですよ。押します。ね、これ私の今、曲がね、流れているという状況ですけど。ちょっと音をね、ボリュームもここにポチッとついてますね。このボリュームボタンをちょっと下げてね。そう、こうやって。そう。ね。で、もうこれが早送り一回押すと、ね。だって曲が動かせますしね。うん。巻き戻し。ね。非常に分かりやすいですよね。だこれ何も私たちね、視覚障害者じゃなくても、結構ね、使いやすいと思うんですよ。で、これもちろんね、イヤホン、ヘッドホンで聞くこともできますし、ここにはLINE の端子がついてますから、ここにね、LINE でつないで、レコーディングしたりとかっていうこともできますし、ここにマイクをつなげるということもできます。でも、こうちっちゃいスピーカーがついてると、これ、まあ、このスピーカーで聞くの、あんまり音は良くないけど、でもこう確認作業とかするのにちっちゃいスピーカーついてるとすごい便利じゃないですか。ね。で、結構ね、音量出そうと思えば、ね。まあまあ出ますしね。これまた便利なんです。で、これ一回止めて、録音。ね。皆さん、こんにちは。ね。止めて、再生すれば。あれ？録音されてないぞ。皆さん、こんにちは。はい、録音されましたね。はい、このようにね、録音ボタンも、こう、録音ボタンだけちょっと引っ込んでるんです。でね、だからこのボタンもわかりやすいですし、何よりね、日本展示図書館で買いますとですよ、説明書とか私たち、いわゆる取説、読めないですよね。だからこう、どなたかに読んでもらうとか、まあ、あとはまあ最近だったらね、ウェブで検索してパソコンに読ませるってこともできるんですけど、展示図書館で買うと、もう音声版になった取説をね、つけてくれるんです。そう。だからそれ CD になってるんですけどね。その CD の取説を聞きながら、操作手順も覚えられるので、もう本当にね、私たち視覚障害者、扱いやすいレコーダーになってます。で、日本展示図書館でお買い求めになるのが、視覚障害の方には、なおのことをおすすめということで。で、これ結構ね、使ってると、いろんな音楽仲間もね、それいいね、俺も買おうかな、とかっていう仲間結構いるんですよ。今、こういうシンプルな機会、意外と少ないですからね。はい。視覚障害者だけじゃなくて、見える人にもおすすめです。あ、ちなみにこれ SD で、これは8ギガまでかな。8ギガだとね、もう音楽データだとかなり入ります。おすすめでございます。ということで、よかったらチャンネル登録もお願いします。あらちゃんでした。